前ももが筋肉質な方は今回の動画をやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、前ももが筋肉質な女性、男性、そういった方におすすめなエクササイズを紹介します。基本的にスクワットをしてしまうと、前の太もも、大腿四頭筋を使ってしまうので、例えば外側広筋、内側広筋、そこがポコッとしてしまってですね、筋肉質な足になってしまいます。ほとんどのスクワットは大腿四頭筋を使ってしまいますので、痩せるためには、とか、足を細くするためにはスクワットが大切って言ってる方も多いと思うんですけども、実際はですね、内側広筋、外側広筋がムキッとする方は、大腿直筋、太ももの真ん中にある大腿直筋、大腿四頭筋の一つなんですけども、そこが弱かったりしてですね、内側広筋、外側広筋に効いてしまって、そこがどんどん発達して、足が細くならないという状態になります。今回は、大腿直筋を使う簡単なエクササイズになります。そのエクササイズを2種目紹介しますので、最後までご覧ください。では簡単に説明するんですけども、例えば、踏み込んだ時に、スクワットでもいいですし、ランジでもいいんですけど、踏み込んだ時に、ももが硬くなっていると思います。触ってみてください。内側広筋、外側広筋、硬くなっていると思います。これでスクワットをすると、そこに効いてしまって、どんどんムキッとします。もちろん体脂肪が減れば足は細くなりますので、ムキッとした感覚も少しは減りますけども、やはり細くてもムキッとした状態が維持されます。そういった方がどんどんスクワットやランジなどを行ってしまうと綺麗な足にならないので、そういった場合は大腿直筋ど真ん中ですを使うことが大切です。踏み込んだ時には硬くなっていると思います。では足をですね、水平になるまで上げてみてください。そうすると、大腿直筋は使ってるんですが、内側広筋、外側広筋、柔らかいと思います。ぜひ触ってみてください。この動きに関しては、足を持ち上げているので、足は確かに鍛えています。ですが、効いているのは大腿直筋、ど真ん中です。この場合、内側広筋、外側広筋を使っていないので、こういったエクササイズを、行うと、大腿直筋が強くなりますから、そこはあんまりムキッとしません。ど真ん中ですので、ムキッとしないので、この2箇所を鍛えないようにして、床につく手前で、クッと上げます。クッと。こういった動きを20回ぐらい、左右やります。床につく手前で、早く上げます。勢いよく。速い動きっていうのは足が太くなりやすかったり、速筋を使いやすいんですけども、この動きに関しては別です。内側、外側、広筋使ってませんから、早く動かした方がいいです。クッと上げて、クッ、床つく手前でクッと。これを20回やってください。で、今度はこれに負荷を少し加える場合はですね、こういったバーベルをももの上に置いて、持ち上げる。もしくは手で押さえて足をグッと上げます。グッグッ、反対も一緒です。手で軽く足を上げるときに押さえる感じでグッとグッ、こういった動きを20回程度行ってください。簡単なエクササイズの紹介でしたけども、このね、動き、サイレイズというエクササイズになるんですけども、とっても奥が深い動きになります。こんな簡単なのでいいの?って思うかもしれないんですけども、筋肉のある部分がどんどん前に出てきて、筋肉のない部分はあんまり鍛えられずにですね、太ももの前がムキッとしている人、背がちっちゃい人とかは特にムキッとしていたり、運動部だった経験がある方とかはムキッとしている場合が多いです。そういった方は内側広筋、外側広筋が結構ついてますから、そこをあんまり使わないようにして、前のももをね、つるんとした太ももの前側になるように、このサイレイズをやってもらえたらと思います。勉強になった方、頑張った方、グッドボタンをよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。